はい、どうもこんばんは、おつぱいです。本日はですね、自然言語処理100本ノックというのを紹介させていただきたいと思います。自然言語処理を行ってプログラミングスキルを高めてみようというもので、この問題をまあ解いてみるとですね、自然とプログラムの、プログラミングスキルが、高まるんじゃないかなと思います。かなり昔のものですが、自然言語100本ノック2015というものがあります。こちらがですね、はい、こんなような形になっておりまして、まあ100問ぐらいありますと。文章解析とかをするための、まあ、言語処理、そのプログラミングに関する問題100本ということですね。で、第1章は、まあ、簡単な問題、準備運動からということになっていました。1問目が文字列を逆順にしなさい。2問目がパタトカクシーという文字列の中からうまく抽出しなさいと。はい。というような形の問題ですね。はい。これを解いていきたいと思います。はい。とりあえず第1章は10問。まず文字列の逆順ですね。文字列 STRE、SSED。こいつを、まあ、逆にした文字列を得なさいというものがあります。はい。まあ、一緒にやられる方はですね、ここで動画を止めて、ちょっと考えてみてください。はい。ではですね、行ってみたいと思いますが、まず、文字列の定義をする場合、Python の場合だとですね、シングルコートかダブルコートで囲ってあげると文字列になります。そして、文字列はですね、インデックスというですね、この数値で抜き出すことができます。はい。1文字だけ抜いたり、複数文字抜くことを、まあ、スライスと言っていますが、0から始まります。1番目の文字は0から、そして2番目の文字が1というようにですね、複数文字抜くこともできます。そして、この文字を逆にという操作もですね、このインデックスを使って行うことができます。はい。やり方は、コロンコロンマイナス1ですね。これで、後ろから並び替えになります。文字列のデータ型だとですね、リバースのような関数がないので、まあ、関数の代わりですね、こういった形で、行うテクニックがあります。はい。2問目が、パタトカクシーという、まず文字がありますね、ということですね。はい。で、こいつの1、3、5、7文字目を取り出して連結した文字列を得よという形になっております。はい。では、また考えてみてください。はい。ではですね、やっていきたいと思いますが、まず、一番最初にやることとしては、まあ、パタトカクシーを定義しますと。パタトカクシーの中から1、3、5、7だけ取りたいですと言っています。まあ、これもですね、非常に簡単で、はい。スライス機能を使うと、抜くことができます。はい。で、どういうことかというとですね、スライスというのは、まあ、0から始まりますが、終わりを定義してあげると、まあ、6番目っていうのはインデックス番号の6番目なので、実際にはまあ7文字目っていう感じになっています。コロンの後を抜かしてあげると、一番最初の書いたインデックス値から、後ろ全部という形になります。で、コロンを2つ書いてあげた後は何個飛ばしでやりますかっていうことができるので、0が1文字目から2個飛ばしということで1、3、5、7っていうのを抜くことができます。はい。そうすると、まあ、答えとしてはパトカーですかね。はい。次が、パトカープラスタクシーでパタトカクシーにしなさいというものですね。はい。これも考えてみてください。はい。それではやっていきたいと思いますが、まず、パトカーとタクシーを、まあ、一旦つなげてみましょうということで、パトカープラス、
タクシーをやっても、まあパトカータクシーになってしまうということになります。でですね、この1文字目1文字目2文字目2文字目のように、交互にやりたいという場合にはですね、ZIP という関数がうまく使うことができます。はい、ZIP 自体はですね、まあ関数なので、for文とかで使うことができます。はい、こんな感じで、for文書いてあげると、はい、一番最初の1文字目取って2文字目を取ってという形で、まあ、繰り返しの中で使うことができます。ですが、まあ、最終的に欲しいのは連結した文字なので、まあ、こいつをですね、文字として連結してあげるということをします。はい。ではですね、こいつを、まあ、四角括弧でくくってあげると、どうなるかというと、はい。おっと、失礼。こんな感じになります。何をやってるかというと、for文を四角括弧でくくってあげると、配列表記になります。はい。こいつをうまく使ってですね、リスト型を作ることができます。で、このリスト型はですね、join という関数で文字に直すことができるので、join で連結文字列をなしにすれば、元のリスト型の中に入っているやつを全部くっつけるということができます。ジョインはですね、文字列ならいけます。数値とかが入っているとエラーになりますが、文字列は、ジョインでくっつけられますという形になっています。はい、では次、演習3番目、演習率ですね。この文章のまず単語に分解して、各単語のアルファベットの文字数を先頭から、出現順に並べたリストを作成せよとなってます。はい。じゃあこれもちょっと考えてみてください。はい。じゃあここでですね、いきましょうかね。まずは文章を定義します。そして、こいつを、単語にぶった切るんですが、単語に切るときどうすればいいかというと、英文の場合は基本、まあ、スペース区切りになっているので、スペースで区切ってあげれば単語になります。はい。ということで、こいつをですね、スプリットという関数でぶった切ってあげると、こんな感じになります。スペース区切りにすれば、まあ、うまく単語で区切ることができます。ただし、欲しいのはですね、この各単語の文字数を先頭から順番に並べたリスト。リストが欲しいわけですね。なので、まあ、最終的に欲しいものはリストを作ってあげればいいということになりますが、ここで必要だって言っているのが、まあ、アルファベットの文字数ですね。ということで、アルファベットじゃないやつなんかありますね。はい。こんな場合は、一番最初にですね、まあ、消してあげるのがいいかなと思います。はい。カンマと、ドットがあるんで、まあ、消してあげましょうということをします。はい。次はですね、文字数っていうのが欲しいと言っているので、はい。len という関数で、文字数を求めることができます。こいつを使って、先ほどの空白でスプリットしたやつをですね、文字数を1文字ずつ数えてあげると、
3.141592 という形で、まあ、円周率になるよみたいな問題ですね。はい。という形になりました。まあ、リストを作ってあげるということで、こういった配列表記が使えます。はい。次の問題ですね。元素番号、なんたらという文を単語に分解し、1567891516119番目は先頭1文字、それ以外の単語は先頭2文字、取り出した文字列の単語の位置への連想配列、まあ事象型を作成せよというものです。はい、またちょっと考えてみてください。はい、では、まずは文章を定義しますということで、まあ、こいつをそのままコピーしてあげましょう。はい。で、次に考えることとしては、まあ、最終的には、事象型を作っていきたいと思いますが、事象型をやる前にですね、この先頭1文字、先頭2文字という形でまた取り出してあげたいなと思います。まあ、先ほどのですね、スプリットと同じようなことをしていきたいと思いますが、はい、こんな感じで、スプリットした段階でリスト型になります。はい、でこいつをですねまた取り出したいと思いますが、必要なのは何文字ということで、はい、インデックスを使ってあげると何文字で切り出すことができます。ただ for文を使ってしまうと全部同じ条件になってしまうということですね。はい、そんな場合は、ここにですね、if 文をさらに加えることができます。はい、ではまあ、ここに、if 文を加えると、ある条件の時は1文字。で、もう一つの条件の時は、まあ、2文字ですね、という形でやることができます。ただし、1番目、5番目、6番目とかですね、まあ、こいつをうまく表現してあげないといけないところが多分難しいかなと思います。はい。何番目っていうのを for文でうまく使う際は、イナムレイトという関数が使えます。はい。こいつを使ってあげるとですね、今何番目処理してるんだっけっていうのが数えることができます。はい。最初は0から始まります。で、ここをどこに入れてあげるかというと、まあ、この for文の変数のところに入れてあげる感じになります。はい。で、条件をどこで指定するかというと、if 文のところで条件を指定します。で、この何番目っていう i が使えますが、i っていうのは0から始まるので、足す1してあげましょうと。で、この何番目っていうのが、この部分ですね。はい。1番目、5番目、6番目、7番目。19番目までの時は1文字。そうでなければ2文字切りましょうということですね。はい。で、やってあげると、1番目、5番目、6番目。7番目、8番目、9番目という形で1文字になりました。で、最終的に欲しいのは、これだとリスト型なので、まあ、事象型に変更しますと。そして、実際に欲しいものは何番目という数字なので、ここの部分が欲しいんですね。はい。ということで、1番目は
1文字、2番目は2文字という形で切り出した、辞書型っていうのが定義できました。はい。というのが、4番目でしたね。はい。では次の問題に行きたいと思います。N グラムですね。はい。N グラムというのは、任意の文字列を、連続した何個の数字、の文字で、分割するという手法ですね。この場合で言うと、3文字の、3グラムみたいな形で考えると、i、空白 A、空白 A、M、A、M、空白のように、こう、何文字区切りで区切ってあげる。まあ、単語の場合だと、3単語で1つのセットみたいなのを作ってあげるっていうのが N グラムです。まあ、基本的にはですね、1個の時をユニグラム、2個の時をバイグラム、3個の時はまあトリグラム、トライグラムとかね、トリグラムとか言ってますね。はい。じゃあこれで、まあ、関数を作ってあげましょうと言っているので、はい、関数を作ってみましょうか。まあ、N グラムと言っているので、N グラムという関数を作ってあげましょうということを考えたいと思います。はい。ここで返すものとしては、まあ最終的にはこの作られたシーケンスっていうものをまあ返していくという形にはなります。引き取るものとしては、元の文字列と何グラムっていうその N グラムの N の部分ですね。こいつを引数として用いますと。はい。で、考えたいこととしては、まず、この文章を与えられたときに、1文字1文字をまず区切って考えていくということですね。はい。そうすると、まあ、この文字の長さの分だけ処理をすればいいということを考えられるかなと思います。長さの分というのを考えるときは、レンジというもので考えることができます。はい。これで文字数の分だけ、レンジ、関数を働かせることができます。ただし、N グラムっていうと、まあ、最後から3文字って取ると、インデックスの外に出てしまうので、まあ、エラーになってしまうということになります。ということで、まあ、処理する数としては、何グラムっていうその数字を引いてあげるということをします。ただしですね、このレンジ関数にはちょっと1個盲点があって、インデックス値は0から始まるので、プラス1してあげないといけない形になります。で、抜き出すものとしては、まず、一番最初0から始まりますと。で、何番目まで、文字を抜き出すかというと、まあ、その N グラムのところの N ですね。こいつを、まあ、抜き出してあげればいいねということになります。では、これで関数は完成なので、ここに、はい。まあ、3グラムとか入れてやってみると、はい。このような結果になります。i、空白 A、空白 AM という形で、一番最初の文字からですね、一番最後の3文字までうまく、N グラムというのが作れてるんじゃないかなと思います。はい。4文字の場合もこれですね。かなり長くなりましたので、続きはまたやっていきたいと思います。今回はここまでです。それでは。